クオバディスは1951年のアメリカ合衆国の歴史映画。ノーベル文学小作家のヘンリク・シェンケビチの同名小説、クオバディスを壮大なスケールのスペクタクルとして映画化したものである。監督はマービン・ルロイ、出演はロバート・テイラー、デボラ・カー、ピーター・ユスティノフ、レオゲン。他にもエリザベス・テイラーが仮面を出演しており、 無名時代のソフィア・ローレンが奴隷役としてエキストラ出演している。アカデミー賞では作品賞の候補をはじめ七部門となったが、監督賞や脚本部門では候補になれず受賞もなかった。ボークン・ネロを演じたユスティノフはゴールデングローブ賞を受賞し、アカデミー賞でも助演団優勝の候補となっている。当初は制作にジョン・ヒューストンが携わっていたが、 乗り気ではなかったため降板した。また主役にグレゴリー・ペックが考えられていたが、病気のため降板した。この作品の他にもサイレント機に作られたものは数多くあるが、この作品がクオ・バギスの映像化作品としては最も有名である。近年では1985年のイタリアのテレビミニシリーズクオ・ブジス・イェジー・カバレロビチ監督による2001年のポーランド映画。 クオバディスがある。西暦一世紀前期、皇帝ネロが支配するローマ帝国の時代。マーカス・ビニシウス将軍は三年にわたる犠牲を終えて、ローマに凱旋した。ネロは、マーカスの叔父、ペトロニウスの還元に浸りながら、施策と宝刀にふけり、宮殿内では、彼の日、ポッペアが幅を利かせていた。マーカスは若く美しい王女、リジアを妻にしたいという熱望に駆られ、 ネロも許可を与えたが、リジアは彼の求愛を拒んで姿を消してしまう。マーカスは占い師の力を借りて彼女の行方を探した結果、リジアが金星のキリスト教の信者であることを知る。マーカスは京都の秘密の集合場へ潜入し、聖人ペトロが開催した集会を目撃。参加していたリジアを連れ戻そうとしたが、彼女の従者ウルススに抵抗を受けて敵図を負う。 リジアは初めて心を許してマーカスを看護したことで彼に好意を抱き始めるがマーカスは彼女の信じるキリスト教を受け入れられず二人は離別してしまう。その頃ネロは自らの施策の題材探しとネロポリスという新しい首都を建設することを口実に市街へ放火。大火によりローマの街は怪人と化してしまう。さらに 民衆の反乱を恐れたネロはポッペアから放火の首謀者をキリスト教徒と偽ればいいと唆そそされ彼らに弾圧を加え始めた。マーカスは弾圧対象となったリジアを救おうとするものの彼に横連覆するポッペアの策にかかり自らもネロの親衛隊に捕らえられてしまう。また放火と弾圧に反対したためにネロからの信頼を失いつつあったペトロニウスはネロに 決別を告げる手紙を残し、服毒自殺を遂げた。一方、ローマから逃されていたペトロは、旅の途中で、ローマへ向かう神の光と遭遇し、主よ、どこへ行かれるのかと問いかける。主はペトロが連れていた孤児、ナザリウスに表依し、ローマ市民が私を求めている。彼らを見捨てるなら私自身が、もう一度十字架にかかると告げる。それを聞いたペトロは、 ローマへ引き返し、市民にネロの時代の終焉と種の永遠を訴えたが、やはり親永隊に捕らえられてしまう。マーカスはまだ、キリストの教えを信じきれていなかったが回収を決意し、獄中でペトロの祝福を受けて、リジアとの結婚式を挙げる。やがて、キリスト教徒たちは、闘技場でけしかけられたライオンに食い殺され、ペトロは逆さ卓形に処されたものの、 死を目前にしても恐れる様子を見せない、キリスト教徒たちの姿に、ネロやローマ市民は、恐怖を抱く。また、リジアの養父で、元将軍のプラウティウスが、放火は、ネロの仕業だと訴えながら、火炙りの刑に処されたことで、市民たちはネロへの疑いを深めていく。ポッペアの余興のため最後まで生かされていたマーカスと、リジアだが、リジアは、ウルススと共に猛牛を消しかけられ、 マーカスはポッペアのすぐ傍らでそれを見せつけられるという、責めくを味わうことになる。しかし、ウルススが怪力で猛牛を帰り討ちにし、マーカスは部下に助けられて九死に一生を得る。マーカスは、ネロの悪行を告発し、さらに新皇帝ガルバが即位すると知らされた、ローマ市民は一斉放棄。追い詰められたネロは自らをそそのかしたポッペアを、考察し、元愛人で今は、 キリスト教徒となった解放奴隷の悪手から、せめて最後は皇帝らしくしてほしいと促され、彼女の助けを借りて自害した。新皇帝の即位を見届け、自由の身となったマーカスは、リジアやウルスス、ナザリウスと共に、シチリアへ旅立っていった。ロッテントマトズによれば、17件の評論の内高評価は88%に当たる15件で、 平均点は10点満点中6.4点となっている。ありがとうございます。